皆さんこんにちは、こんばんは、フェイトです。さあスーパーマリオメーカーやっていきましょう。今回やっていくコースはネコリンさんですね。最強の力を持つ竜、オールオブザワールドドラゴン降臨ということで、中二病マックスなこのコース、まさしく僕にピッやっていきましょう。入るか。さあ一体どんな竜が来るのか。テレサが見えますね。そしてなんかいろいろなものが混じってる。これがなんだっけ、なんとかなんとかドラゴン、やっべ俺全然覚えてね。これがアルティメットドラゴンですね。まさ、やっべやーべえな、うわ。全方向に大砲飛んで、なんだなんだな、やべやべ、死ぬ。ちょっと待って待って待って、つえ、どうにか大砲を利用して上に行きたい。今なヒップドロップ、よっしゃ勝ったぜ。さらばだ、アルティメットカオスダークネスドラゴン。いやー、ほんとに、まあ、まさしく、名前の通りラスボス感出てましたね。まさしくマリオメーカーで最強の竜です。次のコースいきます。はい、次のコースは MSG オバポンさんのこのコース、あの隙間に入りたい。あのちょっとな隙間に僕は入りたいんです。ということでいきましょう。あそこだね、あそこの微妙に隙間、微妙な隙間、あそこに行きます。行くぜ。はい、ポップ、ダメだった。まあ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 、何回でもチャンスがあるんでね。いきます、はっ、くるりん、いくぜ、よっぽん、よっしゃ、いった。やったぜ。いやー、やっぱりしゃがんで正解だったのかな。しゃがまないとこれ無理っぽいよな。いやー、いい隙間に入りました。次のコースいきます。ん、まさかのいいねランキング入ってるじゃないですか、僕のコース。びっくりした今、キノコとルイージ。まあせっかくなんで、やっていきましょうか。まあ一応これはコラボ用に作ったやつなんですけどね。はい、まあやっていきましょう。キノコとルイージ行くぜ。まあ自分の作ったコースですからね、これ。皆さんもプレイしてくれましたか、このコース。まあマリオメーカー持っていない方はね、まだ全然見たことないと思いますんで、やっていきましょう。あっ、あぶね、そうだ、忘れてた。自分の作ったコースなのに、ね、ここにドッスンいることすっかり忘れてたわ。バカか俺は。ねえマリオ、俺のことどう思う。よーし、行きましょう。このね、なんだろう、キャラマリオ使うとね、なんて言うんだろう。敵キャラが全部変わるんですよね。これがテレサですから、これがパックですね。まあ、色が違う。そして、誘導キラーは、キノピオが出てくるんですよ。面白いですよね、ほんとに。これをね、ちょっとね、皆さんに見てもらいたくて、ここで、でもね、このコース僕優しいんで、至るところにね、置いてます。このキノコをね。見てこのキノピオ、すっげえ飛んでってるでしょ。助けてーみたいな。助けてあげない。おっと、デブ。デブ、ヒゲ生えたな。どうした、あいつものように鼻水を垂らしていない、デブ。あはー、食らったー。やべ、あっぶね、ギリチョン。そして、ここはルイージのね、上を乗っていくというスタイルでいきましょう。はい、よっ。あー、食らった。マジかー、食らったか。オッケーオッケー、まあいいや。これはまあさすがに自分の作ったコースなんで一発くらいできるでしょう。まあ僕の作ったコースにしては難易度は優しめに作ってます。クリア率が 2.7% だっけ。僕にしてはすごい簡単、大体が 0.0 何パーいってますからね。多分初めて 1% 以上いったんじゃないかね。それは言い過ぎか。でもそれぐらい基地コースばっかり作ってるんでね。まあ、このコースは比較的楽しめるかと思います。さあ、キノピオとルイージーを
超えていく。そしてここ面白いですよ。いくぞ。飛んでからのキノピオが一気に襲ってくるみたいなね。そしてここもね、こういう風に襲ってくるんですよ、キノピオがね。怖いね、本当にキノピオ。勘弁してくれ、本当に。さあ、ここまで来れば、もうゴールも見えたもんです。はい。で、最後に一応クッパとクッパジュニアがいます。はい。あったね。見て、このクッパ。ピーチ乗せてるからね。そして、クッパジュニアはね、ルイージを乗せているという。まあ、あんまり見ることのない世界ですよね、これは。うん。まあ、普段とは違ったね、マリオの、世界も見れるということで、皆さんもぜひやってみてください。楽しいですよ。マリオメーカー持ってない方はこのぜ噛んだまあこの機会にマリオメーカー持ってない方買ってみてはいかがでしょうか。では次のコースいきます。はい、次のコースも、壁キックのコースですね。ウォールキックノーマル。もう壁キック初心者じゃないですね。はい、その通りです。本当にごめん。うん、本当にごめんなさい。本当に。さあ今から行きましょう。何やってんだ俺マジで、恥ずかしすぎるぞ。よしよし。いやー、ちょっと恥ずかしいところを見せてしまったな、本当に。まあ相変わらずの神々具合ですが、頑張っていきましょう。どうした俺今日、大丈夫かな。ちょっと心配になってきたわ俺。まあ相変わらず結構順調に来てますね。うん、マリオの腕は落ちてませんよ。よーし、順調に来てます。 OK、 ここ慎重に行け。待って、怖い、超怖い。こうよし、行った。よーしよしよしよし。結構あそこ難関だったんじゃないですか。くるり、あっぶね危ねえ。ちょっともう余計なことしないでおこう。じっくり、ゆっくり行きましょう。オスケ、もうゴールは見えてるぞ。ヘイトさん、頼む。こんなところでミスる俺じゃないって信じてるよ。マジかよ、もう。決めろ。よっしゃ。よし。よっしゃ。いやー、ちょっと今回フラグ回収ひどいな。そして、神々だったなー。辛い。次のコースいきます。はい、次のコースはレッドギャングさんですね。ブラックボックス。やっていきましょう。いやー、ちょっとレッドギャングさんのコースほんとむずいからなー。どうする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 。ここ安全っぽいね。そして次ここだね。よっ、バカ野郎。うまいこと言ったと思ったのにな、今。マジかよ。あのタイミングでしか行けないな。どのタイミングだっけ。ここだ。ここで行く。俺、違うし。ここで行く。そして次。ここ。よっしゃ、いいぞ。ここ、安全ポイント。よっしゃ、よしよし。いいぞ、いいぞ。んで、パワー発動したい。どうにか。どうにかパワー発動したいんだけど。どうする。はい。よっしゃ、来た。はい。あ、やべ。つんだ。にゃん。なあ、ばっか。はい、よし。これであそこまで戻ればいい。今度は戻ればいいんだが、むはー、焦るなよ俺。やっぱこのタイミングか。よし、いった。ここ安全ポイントだったね。よし、今回は勝ったんじゃない、さすがに。待てよ、戻るタイミングを見計らえ。オッケー、ダッシュ。やっぱ無理。ごめん。やっぱ無理です。落ち着け、時間はまだある。勝ちました、僕の決定です。よしよし。ふう、地味に辛かったな、ここ結構難しいっすよ。いやー、疲れた次のコースいきます。はい、次のコースはランボールさんのこのコース、ワンジャンプ。ちょっとね、画像見る限りね、むずい。これは。ヒップドロップ戦法を使わないと多分無理臭いよな。まあ、一回行くか。あ、ダメか。ちょっといい感じかなと思ったんだけど、ヒップドロップして上の針に当たったな。峠か。行きます。
だ、ダメだ。よし、いった。びっくりしたー。てかヒップドロップ使わなくてもいけたな、これ。絶対必要だと思ったんだけどな。案外いらなかったということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。もし動画楽しんでくれたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではフェイトでした。また次回お会いしましょう。バイバイ。